はい、こんばんは。こんばんは。一つの漫画作品を取り上げて1時間徹底的に語り合う BS 漫画絵は、司会の大月孝弘です。アシスタントの豊口めぐみです。はい、豊口さん、すっかり慣れましたか？はい、多分。どうですか、昨日山田五郎が会社なり粛々といい仕事をしてる、褒めてましたけどね。はい、今回第25回目のシリーズになりました、はい、ということで今回ラインナップご紹介します。こちらです。はい、こちらになっております。昨日は野中英二先駆けクロマティ高校、そして本日は柚木ひかるエリート競争曲、明日は平井和正桑田二郎エイトマン、そして最終日は小山優あずみとなっています。はい、というわけで、はい、早速今日の今夜のゲストをご紹介したいと思います。はい、今夜のゲストは杉作ジェイ太郎さん、はい、一条ゆかりさんです。はい、どうぞ。どうも、こんばんは。一条先生、お久しぶりでございます。どうも、すいません、松永さんと呼びませんで怒られまして。え、本当にファックスまで送っていただいてありがとうございました。今日はスリットの入ったスーツというか、あれで今日は柚木がいかにも描きそうな格好。そうですよね、編みタイツ。デビュー同期。そうなんですよ、同い年で同期で、はいはい、なるほど。35年。お付き合いも、まあ、裏のことまでほとんどしてます、ね。なるほど、じゃあその辺含めて今日は一つよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。杉作さん、どうもご無沙汰しております。どうもご無沙汰します。はい、薬剤映画だけじゃなくて最近モームスにもだいぶ売り上げてるという噂を。そうですか。はい、そうでもないですか。今日はまあひょっこりやってきてしまいました。ひょっこりやってきた。ひょっこりおたにはもうちょっといけるんじゃないかと。これからこれから。柚木さんの漫画については。僕はですね、はい、今回打ち合わせするまでね、はい、女性だと思ってたんですよ。あ、柚木さんが。柚木さんが男性なんですよ。いや、信じてない。まだ僕は信じてませんのでね。僕まだ目撃したわけじゃないです。まあそりゃそうだ。いや、テレビの前の方もえって今言ってる方いるかもしれない。そうでしょ。案外いないでしょ。いや、結構いるんです、これが。男性じゃないと思いますよ。あ、まだ言い張る。じゃあその辺一つ白黒はっきりさせたいと思います。今日は僕はそれをね、立証するためにやってきました。わかりました。はい、よろしくお願いいたします。じゃあお席の方へ。はい、どうぞ。はい、というわけで、はい、いつものメンバーでございます。はい、漫画家の石川純さんです。はい、こんばんは。以前ね、もうちょっと前に潰れたプロレス団体で FMW っていうのがあったんで、はいはい、これがね、CS で、レギュラー枠持ってたんだけど、はい、横にいる杉作が解説としてました。あ、その時、で、俺も時々行って横でこうやって2人で並んで解説しました。お世話になりました。なこう並ぶとね、ついプレスの話をしてしまう。それは仕事だったんですか。そう、はやぶさ選手がね、はい、退院が決定しましたね。あ、そうですか。そういう話をしないように気をつけて。今日は、格闘技アワーじゃないので。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、そして作家の岡田敏夫さんです。あ、どうも岡田です。なんかね、このオープニングの挨拶ってね、一応なんか仕事だから毎回面白いことを言おうとしてるんだけど、今回は本当に考えてるの忘れて。いや、じゃあ近況報告。あのね、今年から僕ね、物書きは置いといて食玩やろうと思ってるんですよ。食玩って何かっていうと、コンビニとかで売ってるあのお菓子、そうそう、おもちゃ入ってるお菓子、あれやって、で久しぶりにね、物書きでほら基本的に一人の作業じゃん、で好きなように内容できるんだけども、食玩とかああいう共同プロデュース作業っていうのは多数のスタッフが参加するから、久しぶりに意見調整とかやってるとね、面白いんだけど胃が痛くてね。ああ、これはなんか懐かしいとかって、燃えよペンみたいな状態になるわけですね。燃えよペンみたいな状態になってきて、いやー、島本君にまたやはりすまなかったともう一回思うようになってきたね。はい、よろしくお願いします。どうも。そして漫画コラムニストの夏目久之助さんです。こんばんは。いや、ね、僕は柚木から好きだったんですよ。ちょうどだからね、少女漫画僕その読み始めたっていうかね、面白いよって言われてだんだん読み始めた時に、だ結構格好の入り口にはなってたんですよ。そうですね。残念ながらやっぱり男だと思うので、僕は会ったことないけどね。杉作さんには悪い。杉作さんには悪いけど。だからね、そので、いろいろ思い出してみるとね、やっぱり男のキャラに違和感がなかったんだ。あ、やっぱりね、あの当時少女漫画ね、どうしてもね、男のキャラにすごい違和感があるわけ。おじさんはここにシワがあるだけっていうやつね。なんかこう、なんと不思議なひげをこう生やしてるとかね、そういう違和感が非常にあってさ、それがなかったんだよな。だから非常にいい入り口だったような気がします。まあ、だからエントリーモデルというかゲートウェイだったわけですよね、男の子にとってはね、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでもう話に出ております。今夜の作品こちらです。今夜の作品はこちらです、はい、エリート競争曲です。
これはですね1977年から78年に週刊マーガレットで連載されていました。作者のプロフィールと作品のストーリーをどうぞ。作者の柚木ひかるは1949年生まれ。第1回リボン新人賞で準入選を果たしました。少女誌青年誌を超えて活躍し、ラブコメの巨匠として独自の地位を築いています。勉強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 また勉強。1970年代は受験戦争真っ盛り。高校や中学からじゃ遅い遅い。小学生の時から目指せエリート。えいえい、うーん。そんな東京に関西の山奥から転校してきた片桐哲也、小学6年生。塾を見たこともない自然児なのだ。哲也が入った小学校で出会ったのがこちら、南ゆい。都会育ちのお嬢様、美人でしかも成績優秀。何から何まで正反対の二人、出会った日からこのありさま。ゆいに負けじと進学塾に入った哲也、二人は夏季合宿に参加した。合宿では先生たちのスパルタ教育が爆発。朝から晩まで勉強勉強を。お前たちに青春などないのだ。徹也もみんなももう限界。ついに先生たちに宣戦布告。徹也の意外なリーダーシップで先生たちはキリキリ舞い。そんな徹也にゆいはうっとり。二人一緒の中学に行きたいとゆいは徹也の家庭教師を買って出た。目指すは難関東方中学。大丈夫か徹也。いつも一緒に勉強する二人、ついにはこんなことも。まだよ、ダメダメ。中学合格まではお、あ、ず、け。1970年代は恋も熱い、受験も熱い。この恋、この受験、どうなる徹也。はい、今回どーもくんはゆいちゃんになってみました。BS 漫画用では皆様からのお便りをお待ちしています。好きなキャラクターや好きな場面、そして番組へのご感想などどんどん送ってください。ファックス番号です。 03-5455-6000 03-5455-6000 です。そして番組のホームページからもお待ちしています。ホームページアドレスは www.nhk.or.jp/漫画/です。どんどん送ってくださいね。お待ちしています。そして早速いただいているのをお読みいたします。これはカエルさんからいただきました。漫画やわでエリート競争曲が取り上げられるとは嬉しいです。私は少女漫画で女性漫画家の描く男性キャラはこんな男いるかとどうも好きになれなかったのですが、ゆずきさんの描く徹也は破天荒でスケベでパワフルで大好きでしたということでいただきました。そしてこちらは人の道を踏み外しましたということでゆいさんからいただいています。高3の夏休み明けに友人が持ち込んだ単行本が転落の始まりでした。それまでバカにしていた少女漫画にどっぷりと浸かる引き金になった作品ですということでいただいております。そしてこれはクローさんからいただいてます。思うに初めて少女漫画でディティールにリアリティを感じたのがこの漫画だったように記憶しています。それは受験日の引率風景や徹也が先生のキスシーンを見ていじける様子などちょっとした描写に顕著でした。その上での破天荒なストーリー展開でしたからそれが新鮮でした。そしてこれはですね、桜作さんからいただきました。息子が中学受験するって言い出した時、なぜか真っ先にこの漫画を思い出し購入しました。受験漫画は数多くあれど徹也くんほど勉強した受験生はいなかったのでは。ぜひ見習って来年桜を咲かせてほしいということでいただいています。以上です。大月さん、はい、ありがとうございます。ということで、ゆずきさんの漫画って結構今だともう青年誌映っちゃってますからね、うん、みんなあげちゃうとかそういうのでやっぱ知った人が若い人なんか多いかもしれないですけども、当時やっぱこれ衝撃的だったわけで、さっき夏目さんもおっしゃったみたいに、まあその辺含めてちょっとだからちょっとスタンスがさ、はい、
違ってたんですよね、その少女漫画の中で、はい、あの当たり前だけどさ、うん、絵柄全然違うし、うん、あの文法的にもちょっと違うし、うん、あのまあ、僕らからすれば入りやすかったんだけど、うん、あの僕個人的にはねドタバタ好きだったの、うん、とにかく、はい、でだから土田よしこさん大好きだったのね、鶴姫、はい、でだから少女漫画の中の場所でいうと、その少年漫画の赤塚不二夫が土田よしこだとすると、うん、ゆずきさんがまあ質的には違うんだけど 山上さんの場所なんだよね、うん、ああそうなるわけ、うん、あのなんだ、ドタバタでスラップスティックで、うん、だけどあの女の子は可愛くてみたいな、うん、いう感じで、うん、割とそういうちょっと変わったやっぱスタンスだったような気がするな、うんうん、なるほどね。石川さんはエリート競争局自体どう評価してますか。いや読んでたんだけどね、うん、これ小学生っていうのはいかがなのかなり問題あるという。いやだって俺いやこれ読んでた昔、はい、で今回あエリート競争局かと思って、はい、本をパラパラっとめくって、はい、最初からまず読まずにこうパラパラっと見るじゃない、うん、で、あそうか高校の学園ものかと思って、違う違う小学校なんだこれ、そしたらな中学入試とか言ってる、ね、小学生そうそう妙に色っぽい、ねえ、これ小学生はどうかなって気がしたね、うん、でも石川さん、はい、ごめんなさい、うん、あのこれが対象年、ね、あの週刊マガレットだっけ、週刊マガレットの対象年齢あたり、中小学校高学年から中学生ぐらいで、ちょうどこの辺ですよね、まあ、高くても高校 1,2 年とかその辺で、うんうん、でもこの頃に中学受験取り上げるのはすごい先進的ですよね。そうだよね、うん、東大直線はいつからでしたっけ。東大直線はねもうちょっとあと70、ね、だいぶ後だよ。いやでも大体、うん、これ70年代後半だから、うん、同じぐらいじゃないですか。同じぐらいかもしれない。だから受験ちょっと分かんないですけど、うん、受験っていうのが結構そういう学校もの中に大きな問題になってきたあれですよね、まあ、他にもあったかもしれないけども、いやもうちょっとなんかその ゆずきの話になってきちゃうけど、いやいや、うん、ま、ゆずきっていうかその頃の漫画の話になってきちゃうけどさ、あの当時少女漫画ってこういうコメディーなかったもんね、うん、あの柚木ひかるって画期的だったんだよ。あ、それまで少女漫画ってねもっとおとなしくてもっと控えめでね、うん、もっと王道路線を行く穏健なもんだったんだよ、うんうん、まあ今よりずっと取り上げる題材の幅も狭かったし、うんうん、柚木ひかるのこの路線ってさ、まあ言ってみればずっと先にラブコメがあったよね。そう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 、これがラブコメかっていうとちょっと違うけども、うんうん、ずっと先にこれがあったから今のラブコメの前世があるって感じするよね、うん、いや俺ね今回読み直してそう思った、うん、あこれだったんだと思ったもん、うん、ラブコメのルーツはそう、うん、ある種原点というかね、うん、そうだからこそ青年誌行ったんだっていう気がするんで、うん、そうだね、最初、まあ、必然ですよね、うん、当時この頃の少女漫画ってさ、うん、ちょっと閉塞状況に入ってたもんね、うん、その、70年代入るとさ青年誌がどんどん変わっていったじゃない、うんうん、コムとかできたりして、ね、ここでもやったけど宮谷とか宮谷和彦とか出てきて、どんどん絵柄の面でもテーマの面でもどんどん変わってたけど、少女漫画はやっぱりずっと一緒だったんだよね。失敬な、うん、まあその辺は後でお伺いします。その頃まだ一応さんいないじゃん、うん、あよかった、うん、いやだから一応さんちは変えたんだよ、うん、ありがとういやそれまで本当にね恩恵だったって、うん、それがねどこに現れてるかっていうとね、うん、とりあえずペンネームなんだよ、うん、俺ね、柚木ひかる、一条ゆかり、森田純はね、うん、リアルタイムで出てくるとこ見てたんだよ、うん、あの妹がいたんで、リボンずっと読んでたの、リボンをね、うん、リボンで出てきたんだけど、はい、でそれまで少女漫画ってあんまり新人賞とかってはっきりした新人賞、うん、で定期的にやる新人賞ってあんまなかったんだよね、うんうんうん、でリボンが新人賞を始めて、うん、で1回目の発表があったんで、うん、おどれどれと思って見たら、うん、入選はいなかったんだっけね、準入選2人で、ね、準入選2人、うん、それが柚木ひかる、一条ゆかり、ちょっとどこのあのね多分ねこれってね、うん、今の読者言っても分かんないと思う、うん、このショックね、柚木ひかる、弓月ひかり、一条でゆかり、うん、で森田純、うん、いや森田純、まあ普通の名前なんだけど、まあ、ひらがなだったけどね、うん、それってねすっごいインパクトあったんだよ、うん、それまでの少女漫画って北島陽子とかね、うん、水野秀子とか、まあ、その言ってみれば山田花子みたいな市役所の見本みたいな名前が多かった、
いきなり一条に柚月でそれも新人賞で入選してお前まだ素人じゃんっていう。いやでもね、私が一条ゆかりって名前つけた時もいい加減こっぱずかしかったのよね。まさかこんなちょっと恥ずかしいなと思いながらつけたら柚月光る、こっちの方がよっぽど恥ずかしいぞと思って2、3枚上手が横にいたっていう。そうで、なんか私が思ってもなんかすごいなこの取り合わせっていう。俺すっごいインパクトあって本当にね覚えてるの、うん、ただあの頃まだ2人ともまた当たり前だけど無名の素人なわけじゃない、うん、無名の素人の新人賞の準入選の名前を俺すっごい強烈に覚えてる。漫画より先に名前のインパクトがあったわけね。だからやっぱりこれ女性だと思いますよね。いや思わない、まだ言ってない思わない、会ったことあるよ俺、綺麗な名前じゃないですか。顎がこんなとんがってるおっさんだよ。いやでもね、でもね、あごめんなさい、うん、僕ね、あのなんでねこれ女性だってね、うん、あの男性だ、うん、いや女性だって言い張るかっていうとね、うん、あのそういうのがちょっと80年代の頭頃流行ったじゃないですか。あの平口博美さんのことを女性だって言ってたんだから、赤瀬川源平さんが当人見たらびっくりするよな、あの京成出版のやつでね。だからああいうことがあって本人に会ってみたらあんなマンモス鈴木みたいな人でしょ。でもだからあれはマニアックな漫画だからそれあるんだよ。なんで柚月光ですな、性別偽らなきゃいけない。この名前はね、いや僕ねちょうどあの受験まさにこれと同じような生活してたんですよ。あの小学校の頃受験勉強して、あそうなんだ、杉作が小学校の頃受験勉強、そうですそうです。ほんで僕はあの有名私立中学行ったんですよ。お受験やってたわけ。そうお受験、いやほんとほんと、どこでだってお前ワイルドタキーメンじゃん。あれはあのその中学を退学になった後なんです。ドロップアウトした後なんです。ドロップアウトしたのさせられたのしちゃったんですけど、あのいい学校に僕も行ってたんで、じゃあ割とリアルなんだ。リアルな感じなんですけど、それのね男子校だったんですけど、同級生のね、まあ今で言うと元祖萌え萌え系みたいな男がね、いたわけだ。そいつがね、柚月光っていいよなっていつもね、あ分かる分かる、目をハートにして喋ってるんですよ、うん、だから僕はこれ中学の時読んだことなかったんだけど、うん、あいつがあんだけ言ってんだから、うん、きっと綺麗な女性なんだろうと思って、うん、その印象のままつい1週間ぐらい前まで、うんうん、それがエリート競争曲だったわけね。あその彼が言ったのはエリート競争曲の柚月光だったわけ、おそらく、うん、かもしれないですね。なんだか説得力があったんだから、ね、でも名前が綺麗ですよ ね、 ね、うん、名前はね。でもエミは一目でわかるよね。石川さんとか夏目さんはもう大学生っていうか大人になってから読んでたけども、我々ほら鈴木さん中学生でしょ、俺も高校なるならないぐらいだから、うん、もうちょっとなんか突き刺さり具合がね、なんか生なんですよ、うん、私新人賞の発表の時に一コマ出るんですよ、うん、絵が、うん、あで見たらどっかで見た絵だと、うん、あですっごく見覚えがある、うん、去年あたり見たなこの絵と思ったら、うん、そうだ少年で確かあの入選したか何かの時の佳作、うん、そう西村司って書いてあったの、うんうんうん、で絶対同一人物だと思ったらあんまオタクだったからということは、うん、あのリボンに来る前に少年誌の少年の方に投稿してたということですね。それで授賞式に会った時に、うんうん、で柚月ちゃんあの高校の制服を着て、うん、私も高校の制服を着て、うん、2人で何十年前の話ですか。いやだから35年前かな。青春だね。いやそれであれそうでしょって言ったら、うん、いやそうだっていうのね、うん、でなんでまた少女漫画にって言ってたら、その時に担当になった人に編集の人に、うんうん、なんか少女漫画の方が似合うんじゃないかって言われたんだって、うんうん、でそうかと思って、じゃあ少女漫画描いてみようかなっていうの で、 で少女漫画を描いて賞金に目がつられて、やっぱし私と同じで、でリボンの第1回新人漫画賞に応募して、で新しく編集さんがついたら、今度は少年漫画の方が似合うんじゃないかって言われて、どない聖地本人悩んでいて困ってた。じゃあ最初は少年漫画を目指してた人なんですね、うん、そうそうそう、でもそういうスタンスなんだね、つまりね、うんうん、だから最初からどっちつかずなんで、うん、編集が正しかったよね。でもそれコンバージョンを進めた編集がやっぱ軽眼だったっていうか、だと思います、ね、目があったってことですよね、うんうん、あのさあれ、うん、主人公のヒーローとヒロインの顔見てもさ、うん、同じなんだよね、うん、でさあので俺は覚えてるのはあのほら男と女が入れ替わっちゃう話が僕好きで、うん、しょっちゅうやってますよ、ね、あのヒットラーみたいな顔したあのな博士が出てきて、ああいうの好きなんだけど、あれは僕の初体験ですね、うんうん、はいはい、でだからなんかこう入れ替わるとこがあったんでしょうねきっとね、うん、はい、なんか自分の中で、うん、あれあの人長編漫画の中で男女入れ替わるのやってないのって今のあの、うん、
甘い生活だけじゃないですか。え、そう。それ以外はね、ことごとくそのネタやってると思う。確かに。うん。やっぱ好きなのぐらい好きな。確かに水木ひかるはワンテーマワンパターンの人ではあるよね。なんかもう久しぶりに全部読んだんだけど、究極のワンパターン。でもね、偉いと思う。だってさ、その自分の中で燃えなきゃいけないわけじゃない。今書いてるの見たってそそるもんね。大変なもんですよ。やっぱ来ますよね。うん。いや、なんかさ、俺らこうほら。放送するときにあまりこういうの見せちゃいけないんだけど、こういう紙もらうじゃん。一応これ今日のトークの流れみたいなものがざっと書いてて、こんなの守ったことないんだけどさ、ここにエイト競争曲どこが面白いって分析書いてあって、なんかね、こう、主人公はこうなってて、で、女の子はあの美人の優等生でとか書いてあって、エイト競争曲の特徴って書いてあるんだけど、これ、なんか、水木ひかるの漫画って全部これだからさ。これに限ったことじゃないっていうか、これは原点でさ。いまだに青年誌って、まあ、パターンとは悪いんじゃなくて、甘い生活もやっぱりそのエリートの女の子が、あのちょっと野生児、野生児じゃないんだけど、今はね、あの人野生児の代わりにオタク、オタクとか変人化っていうことで主人公を立ててるんだけど、でも少年であることは間違いないよね。パターンはね、すごい強いね。で、男女の関係が全く一緒なの、甘い生活もこのエリート競争でね、男性誌書くときにね、この人ね、女の子を主人公っぽく書いて、で少女漫画の時は男の子を主人公っぽく描くっていうね、こともやってるからね、本当にこの人どっちでも描けるんだろうな。何しろ女の方が圧倒的に強いんだよね。そうそうそう、ほんでしっかりしてるんだよ。でね、なんかこうこの中でよく性別が変わるっていうのも出てくるんだけどもね、女の子向けに漫画描く時は男の子ってこういうふうにものを考えてるんだって教えようとするし、女の子向けに、あ、男向けに描く時は女の子ってこういうふうに考えてるんだって教えようとするっていうね、すごい教育ですよ。教育的指導です。そう、いや本当に子供のためにってやっぱ考えてる人なんと思うんだよね。そうかな。なんか自分の願望の方が強い。そうだもんな。ただの趣味だよ。はい、じゃあとりあえずファックスの。はい、ちょっとですね、すごいファックスが来てるんです。一条ゆかり元アシスタントの松苗さんから来てるんですが。松苗明美から。はい、こんなのいただいてます。もう手間かかるのにこんなの本当に原稿にしたら何もかなるだろう。35周年おめでとうございますということ。これ真ん中ゆずきさんの似顔絵ですか。いや、実際に。あ、そうですか。もっと顎がない。やっぱ遠慮したんだよ。右が桃苗ならぬ松苗さんですね、あれね。そう、はい、ありがとうございます。すごいね、自己申告正直だよね。ああいう感じ。いや、28年前18歳って書いてあるね。年齢バレバレですね。そこまで書かなくても。もうこの時ね、結構やめてたのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、もうちょっとその柚木さんそのものもさることながらエイト競争曲の話したいと思うんですけども、はい、これあんまりこういう直接の言い方したら怒られるかもしれないけど、中学とか高校ぐらいの、まあ、ミドルティーンぐらいで読んで、うん、あの変な話ですけど、おかずにしてたやつが結構いるんですよ、これ。ゆいちゃんしてるしてる、うん、これ本当に。いや本当、小学生ですよ。いやでもなんなかった。岡田君してたって今。いやもうだからさ、岡田さんしてた。本番前にこっそり話したこと言わないで。オタクの定義は二次元で抜けることですからね。それではいいんですけれども、あの柚木ひかるの漫画はね、そういうふうな意味で僕はあの一番最初に漫画とか読んですごいエッチな気分させられたのは、最初はワンダースリーなんだけど、次は柚木ひかる、あの例のウサギね、ボコ隊長、ボコ隊長です、ボコ隊長の話ね。これウサギか。いや、ウサギじゃないけど、でもね、柚木ひかるの漫画はね、すごい怪しげなものを感じたし、あとね、あの性教育してもらったところはある、真面目な話、無性の話とかね。うん、あったよね。いや、あとね、なんかブラジャーのね、あの後ろの継ぎ目動画どういうふうになってるのかとかもきちんと書いてくれるから、そういうの一番見たくてしょうがない時期に、なんでそう哀れみな目で。いや、でもだってそういう人だもん。だって本当にさ、俺あの後で夏目の目でやる時のさ、あのレジュメに書いたんだけど、可愛さと際どさとダタバタとっていう。で、今このこれだよな、これはね、パッとかペカってやつ、こういうところに目つけるんだから、これはやっぱりそうでしょ、抜けるでしょ、それね。あとね、あの僕もね、杉作さんと同じく、エリート競争曲読み始めた頃ね、この人女の人かなと思ったんですよ、やっぱペンネームで。でもなんかね、中に出てくるディテールの書き方がね、男っぽいんですよ。例えばあのアルファロメオっていう車が出てきたり、あとね、あの数学の入学問題というのは、これね、30何ページだったっけ、
一巻、うん、そういうの割とちゃんと書いてる、うん、そうすごいちゃんと書いてるんですよ。なんかファックスでもありましたよ、ちゃんと解ける問題が書いてある。なんかありましたよ、一巻のね41ページ、5分の7と7分の10の間にある分数の一つに何々分の17がある。このものすげえ難しいですよ。いや当時のいわゆるお受験っていうか、うん、それのリアリティっていうのは結構これ取材してるかなんか、うん、あるいは誰か知ってる人がいたかで、うん、かなり当時我々としてもすごくリアルだったわけですよ、ね、こういうことをね、うん、なんかきちんと書く人ってあんまりいないんですよね、うん、よくあのなんだろうな、むつえこは書かんわな、こんなもん。学園漫画で受験問題が難しいって言ったら本当にその時代の参考書買って書く人ってめったにいないですよ、うん、で江川達也が東京大学物語書いた時に俺ちゃんとあの参考書から引用したと、うん、そんなことをやった漫画俺が最初だって言っても、いやエリート競争局でやってたよって言ったら柚木ひかるがいたからって言ってたから、うん、でもやっぱりそういうこだわりって、うん、やっぱり男の漫画家だよね、うんうん、だからそこら辺でじわじわと、うん、この人ほらあとスキーとか、うん、あなんだっけな、僕のフィアンセかなんかでも例えばスキーに行ったら最近のスキーっていうのはリストバンドのところで、リフトの乗り降り管理するんだとかそういうその当時の最近のスキーみたいなものバン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 入れるでしょ、そういうところがね、本人がスキーがとても好きなんですけど、そうなんですけど、そういうのをね割と漫画の中でちゃんと紹介するのがすごい男っぽいセンス、僕でもね、何でもなかったと思うかというと、うん、そのさっきね夏目さんも燃えるって言ってたじゃないですか、うんうん、その燃える雰囲気がねなんか女体のこの女体のねこの曲線がね、うん、すごいリアリティがあるんですよ、柔らかい、柔らかくて、だから男なのよ。いやでもね例えばまあ例えばの話ですけどね、永井豪さんとかね、はい、過去裸っていうのはどっちかっていうとねグラビアの裸を写したっていうことだけど、すごくこうフォトジェニックさがなんかこう商品っぽいんですよね。なるほどなるほど。でも多分これはだから燃えるんだと思うんですけど、なるほどなるほど、僕も女性関係がねいろいろあったり、うん、まあ石川さんには叶いませんけどね、傘の場合石川やっぱり杉さんさんすいません腰寄って悪いんですけど、うん、それただ単に長井郷があんま絵があんまりうまくないじゃん、ゆずさんがうまいからだって長井郷が小学校5年生6年生7年中学1年生の発達期の女の子で色っぽく描けるかっていうとそんなにパターンある人じゃないもん、ゆずきさん描けるから描けちゃうだけっていう、それは今日の青年誌とかの女体見ててもそうですよ、やっぱりねこの柚木さんの描くこのラインのねこの特にウエストのあたりの肉感とかね、はいはい、あれ見てるとね大事なことがあるような感じがするんですよ、まあこれは小学生だからないですよ、でも商品化のモメントが入ってないわけね、そうそうそう、生なんだね、その今の言い方で言うとね、うんうんうん、なんかやったことある感じっていうかね、あ好きなんだろうな、それないですか、なんか、うん、多分ね画力で言ったらね永井豪も柚木ひかるも大して変わんないんだよ、そうなんですか、うん、そうなの、そうそう、うん、どっちも決してうまくはないっていうよりも、うん、まあどっちかといえば下手なんだけど、うん、柚木さんの女の体ってね、なんかね妙なリアリティがあるんだよね、でしょ、うん、あると思う、俺全然こういうのにムラッとは来ないんだけど、うん、見ててあなんか受けるのは分かるなっていう気がするね、うん、俺は口だったですね、うん、下と口そうだよね、柔らかいんだよね、話があったその下のついた口の開き具合が微妙なんですよ、もうちょっと補足しないと危険な発言そうか、まあいいや、はい、ファックス、はい、いただいております。これは総知郎さんからいただきました。総知郎さん、はい、個人的には京志郎のファンなんだけど、彼はやっぱり前半で見せた、挑発真ん中分けがいいです、髪切ってほしくなかったな、ありがとうございます。あれ三鷹さんみたいなもんだよな、映像に行く、はい、そしてこれはですね、はい、お名前書いてないですね、あでもこれはイラスト付きで、はい、ありがとう、漫画屋は毎回楽しみにしていますが今夜は特別に嬉しい、やったね篠田先生、あなたこそ主役だということで、そうかな、はい、ありがとうございますいただきました、篠田さんって珍しい、そしてですね、はい、ジャイアントセコイアさんからいただきました、はい、私は哲也のお母さんが一番好きです、いいおかんだよね、うん、セクハラされてもうちもまだまだ捨てたもんやないわと、息子が入寮すると喜んではそういやいやらしいネグリジェ買うてきたやろうと、私もこんな妻こんな母でありたい最後に夏目先生、これだけは夏目の目で取り上げてください、うん、柚木ひかる先生の書くあのでかい舌は何、さっき俺の言った舌とちょっと違う舌だよ、ギャグの舌ですね、それはね、そうそうそうというわけでじゃあ夏目の目の方ですね、はい、はい、夏目の目、今も大変だったけど、はい、ですね、最初に全体をちょっと見ていただきたいんです、図の1ですね、これね、なんて言っていいか分かんないんですけどね、まずこの全体見るとですね、特徴の一つはですね、このコマの間の横が太いんですね、
で縦が細いんですね。でこういう使い方する人はいるんですけど、もちろん、これはですね、どちらかというとあの鳥山明さんなんかもそうなんだけど、あの割とこうサクサクと物語を律儀に進めるこうスライドのようなあの形になりやすいんですね。それでこの人の場合非常にはっきりしているのは、そのポイントのところであのコマの枠を外すというか書かない、ここですね。これこの場合はあの笑いのポイント、ドタバタのポイントで、あの黒板に向かって倒れるシーンがあって、そこはこう、コマの枠線がないんです。でここで、このページの話の脅迫というか、その、なんだろう、表紙を作ってるんですね。でこれがあのパターンになってます。図のに行きます。例えばですね、ここでもそうですね。この場合はですね、ポイントになるのはギャグではなくて、可愛い女の子、可愛い女の子を見せるっていうのがやっぱり一つの眼目なので、これですね、なんとなくなんだか分かんないものが飛んでますけど、これはあのコマの枠がない。ちょっと不思議なのは、あのこの花は何だろうってのが、それはいいんですけどね、よく分かんないんだよこの花はね。ちょっと不思議だ、あのね、ちょっと不思議なんですよ。つまりね、女性の少女漫画家がやることやってるんですけどね、なんか違うんだよね、この浮かんでるものの、ね、抽象度がなんか違うんですよ。なんかやけにこう物体性があるんですよ、物理的な。で、あのこれあの左言ってください、左の下の方にあるこれもそうです。これもあの可愛い女の子を描く、でポッ、そこでコマを外す。だから非常に論理的にできてるんです実はね。でこれはまあ男の子の思う少女の顔ということになりますね。で、だからあのどちらかというと、あの女性の少女漫画家が可愛い少女を描くという時の顔というよりは、男の子が、少年があの願望として描く顔だと思います。ただそれはあの多分少女の読者にとってもあのなんていうのかな、違う意味での憧れになるんだと思うんですけど、頭野さん、ここもですね、全体からいきますけども、これもさっきと言ったように割と律儀にこう話し進めるんですよね。で、それがこう分かりやすいのは、これがその横のコマの間が太いからだっていうところがあるんですが、でここでも一番肝心の場面であのコマの枠が外れます。これは際どい場面になります。でまあ、この当時ちょっとその美少年ものというのが流行ったもんですから、そういう場面なんですが、で、お約束のバラがあります。でこのね、これも不思議なんですよ。これね、女性の少女漫画家が描くとバラこうならないんだな、もっと抽象的なイメージなんですよ、装飾なんですよ。そうね、これ本当にバラなんだよ、本当にここにあるんですよね。やっぱ特撮なんですよそれ。なんかね、だからすごく不思議な感じなんですよ。ここはまた面白いところですね、実在感がある。でつまりですね、そういう手法を見ていくとね、やっぱりあの女性の少女漫画家と違うのは、やっぱりどっかリズムなんですね、その画面にしても人物にしても、こう人物や心に対する距離感がちょっとリズムになってるわけですね。で、つまりですね、そういう理屈を持ってるということは、ドタバタが描けるということでもあるんです実はね。で、この当時やっぱりさ、まあ、青池さんもそうですけど、こうちょっと少女漫画の中でドタバタギャグというのが出てきて、なんか一種の際どさを楽しむようなものがあったと。でまずドタバタのセンスに行きますと、図の4ですね。これはまあ例示になりますが、こういうところです。これ今見るとまああんまり確かにあれなんですけど、当時は結構斬新だったと思います。本当に肉体的な、なんていうのかな、バスターキートンのような肉体的なギャグを画面で見せてくれたということですね。そのリズム、それから図の5に行きます。これもそうですね、これが多分ゆずきさんらしいかなと思うんですけど、まあ、本をずっと持ってる男の子を釣り上げてしまうと。でその本が取れると震え出すっていう、この辺が割りゆずき さん的なドタバタのセンスだったような気がします。そういうところが割と僕なんかは好きだったと思いますけどね。それとですね、次可愛さですね、図の6、これですね。
こういうとこやっぱうまいんで、ここもやっぱり駒の枠がないんですけどね、ちゃんと見せるところはそう書いて、だからさっきなんか質問にありました、その舌っての多分これですよね、これなんか雪見大福のような舌、ベロですね、それからなんか柔らかい実体感があるんですけど、多分一番見せたいというか、そそるのは多分こういう口じゃないかと思いますけど、まあそれは後で大月さんに聞けば分かるんだけど、こういう可愛さで、そういう動作とか、ちょっと上目遣いの目とかに注視、目線を持っていくんですね、それが今度可愛さから際どさに変わる頭脳7、これ年上の女ですけど、この場面ね、でこれね、つまりこれ小学校6年生、相手にしてるんですけど、つまりこれはですね、当時の少女漫画でこんなこと書かないわけで、それは面白かったんですよ、なんか変にこう違和感があってね、でそれと同じことが今度少女にも起こるということで、その次の図の8に行きますと、さっきも見せましたこれですね、だからだんだん際どさがこう進んでくるんですよ、でいいのかと思いながらこうだんだん読んでいくというね、それが結構楽しかった気がします、それさらに行くとちょっとこう軽い変態が入ってくると言いますかね、図の9に行きますと、この女の子が出てきます、この女の子は男の大衆が好きだというですね、しかしこれ中学生だよ、小中学生向けの雑誌の中の少女漫画でそういうのありっていうですね、そういうのも含んでこう我々楽しんでたわけですけど、いいのかなっていうのはちょっとね、そのギリギリのところで、その辺がやっぱりゆきさんの面白さだと思います、この際どさですよね、結局この際どさが多分青年誌に彼を向かわせたんじゃないかと思います、で最後図の10ですね、でそれがその同じ、なんていうかな、この中では設定は小6なんですけど、彼女らのその際どいシーンになります、でもこれはですね、高橋留美子さんの描く女性と同じなんですね、つまり理想的なプロポーションなんですよ、だからその女の子もここに感情移入してよ見られるという共通項になります、だから結局その多分ですね、そういう柚木さんの位相というのがその少女漫画の中で、この当時少女漫画自体が多様性を必要としてたんですよね、でそこに彼のスタンスがうまくはまったと、でそこで開拓された新しい分野というのが後に青年誌になっていった、青年誌でまた新しい分野になっていったということだと思います、はい、ありがとうございました、一応先生にもやっぱ、はい、もういっぺんちゃんと話してもらわなきゃいけないなと思うんですけども、はいはい、何でも話しますよって何でも話しますよ、うん、この哲也君だったっけ、はい、のお母さんってゆずきの奥さんにちょっと似ているだからどうでもいいような話です、いや、そうです、だからこう女性をよく見ているとなるほどなるほど、うん、なんかでも学者みたいな人なのよね、性格的に、うん、非常にこうオタクでもう本当にこう集中して、もうだからボーリングをやったらプロ並みになるとか、もう車好きなら好きだったらって、全てをもう全部道具とか全て作ら揃えないと気が済まない性格、当時少女漫画はそれこそ千葉哲也さんとか石森さんとか松本零士さんみたいな男の人がいわゆる女の子向けの漫画描いてたものが牧美和子さんが出てきて淘汰されちゃって全員失業して、とてもこれは女の描き手ない描けない勝てないって状態になった後にもう一遍柚木さんみたいなのが戻ってきたわけですよね、珍しかったわけですか、そうですね、友江佐藤さんはいたんだけれども、はい、友江佐藤さん、パリオって書いて、ただ彼はとても大変だったみたい、やっぱし少女のそれ前までは、お母さんが怖いだの、はい、ママ母だとか貧乏だとか、なんかそういうのばっかしがあって、そういうこう一つのカテゴリーで書いていた少女漫画が少女の内面とか感情とか、だからつまり男には手も足も出ないようなところでだんだん勝負してきた、なんだっけ、小学校6年とか中学校1年ぐらいに山本和希さんが舞子の日記っていうのを書いてたじゃないですか、あ、そうそう、あんな書けないでしょ男では、そう、あのあたりが急に俺ら少女漫画分かんなくなりましたからね、触っちゃいけないもんだと思いがちだ、だからちょうどそういうような時に柚木ちゃんが出てきた時にもう困ってしまって、で少年誌も少女誌にもどっちにも足はかかってるんだけど、どっちにもいけない状態、お互いでお手玉してたような話で、男性の場合やっぱしギャグになるという、4コマみたいな、だからこう
ちょうどその時に石原さんという非常に名編集の人がいて、はいはい、で彼と一緒に組んで、はい、もうお前は 女の感性では勝負はできんと、うん、だからもう男のこう持ってる強みで女を描く、うん、そういう風にっていうのを徹底的に仕込んだみたいな、うん、だからネームなんかねやり直しやり直しやり直しで10回ぐらいボツなんか当たり前だったり、うん、じゃあその編集さんとの共同作業でスタンスを要するに決めていったというか見つけていったわけですね、少女漫画の世界の中に。そうそうそう、もうどこが自分の売りなのかをはっきりしろと。やっぱり編集者のプロデュースがあったんですね。かなりあったね。だからちょっとこのエリート競争局に出ますね。それとねやっぱりね、さっきちょっと話しかけたけど、その一条ゆかり、柚木ひかる、森田純、この3人が同時に出てきたっていうのはね、俺すごく大きかったと思うんだよね。石川理論なんですよね、さっきから。いや本当にさっき言ったみたいに、ちょっとね少女漫画手だけに入ってて、同じことをずっと繰り返してて、まあ俺は読んでたんだけどつまんないなと数年思ってたの、でそこに、柚木ひかる、一条ゆかりが準入生に並んで、その名前のインパクトで驚いたんだけど、それ名前のインパクトで驚いたってどういうことかっていうとさ、名前が派手だってことと、それからこの二人は今までの少女漫画家たちと違う名前を使ってるってことだよね。2人それも揃って、でそういう自意識の作者が出てきたってことですよね。そうそう、初めてその2人が、新人賞で最初からね、それのトップの2人が、その2人がそういう自意識を持って出てきた、これはすごいなと思って読んでみたら、まあ読んでみたらまだ新人だったからそれほどでもなかったんだけど、でもそれからその後ね、ちょうどでその時に佳作に入ったのが森田純だったんだけど、この3人がもうこの後リボンとかリボンコミックをどんどん変えていくよね。もう総なめにしていくわけだ。一作ごとにね、俺すっごい感心して、あ、こいつらって今までの少女漫画じゃないよと思ってね、本当にそれまでの物語とかテーマとか選び方は違うんだよ。我々の世代だとそういうショックって大島由美子さんの少し後の時期がやっぱあったけど、それに近いような、あれですか。それをね、多分俺その3人、一条、柚木、森田の3人が俺は少女漫画をすっごく変えたと思うんだけ ど、はい、どそれを進行させた1、2年、2、3年後に、まあ、年齢としては一緒なんだけど、その後に出てきて、はい、違う意味で変えていったのが24年組だと思うんだよ。例のね、有名なね、私も24年組なんですか。いや、そうなんだけど、ただ年齢の時期が違うんです、年齢の問題じゃなくて、そこなんだよな。出てきた媒体も違ってたし、テーマの選び方とも違ったし、リボングループってね、すっごい王道をドーンと変えていったんだよね、でもね、一番良かったのが3人が一緒にデビューしたことで、編集の人が多分ね、姑息にもね、こうなんかこう戦わせようとするのね。あ、3人で3人とも仲良かったのよ、競争させるわけね。なのにね、いや森田純はいいねとかって私の前でなぜわざわざ言うとかっていう、でそうするとこっちもなんとなくね、こう純ちゃんと同じようなもの描きたくないわとか、だから個性を、面白いね、面白い、でちょっとね、純ちゃんにも言われてたと思うのよ、で一条さんはとかっていうふうに知らない、柚木さんも当然言われてる、柚木の子も当然言われて、見事に3人ね、個性が全然バラバラだったんだよ、だから同じところで描くのに比べられたくないっていう気持ちがすごくあったもので、で私はやっぱし純ちゃんにも柚木にも書いてないと方向で行きたい、私はこっちで行きたいっていう、ね、そうすると比べられないしっていう、で3人ともそう思ったんじゃないかな、いや絶対そうだと思う。重要な指摘だと思うのは、いわゆる少女漫画って語られるときに、その24年組にすごくウェイトを置かれてきた、これもちろんいい面あったんだけど、そのまさに石川さんが言うと、このリボングループのそのちょっと前の、仕事っていうのはあんまりちゃんと光を当てられてなかったと思うんですよ、これまで。それはね、あまりにも王道だったからだと思うんだよね。ど真ん中なんですよね、で男はやっぱ敷居高かったんですよ。高いです、だから石川さん妹いたから読んでたし、大人だったから。そうそう、妹がいても異常ですよ。いや、24年組の作品はね、語りやすいからでしょ、そう言っちゃえば、自意識込み で、うん、作品論が、ね、作りやすいタイプ、もっと前に出てきたやつだけども、これってすごい難しいもん、なんでギャグが面白いのかとかやろうと思ったら、すごい下の方から積み上げて勝たなきゃいけない。だから少女漫画読むような変な男の子ってのは平然出てきたのが我々前後からだと思うんですけども、やっぱりリボンはいかなかった、やっぱいきなりは、俺なんかやっぱマーガレットだったし、あ、そうそうだ、マーガレットだったわけだし、やっぱなんだろう、
その敷居の高さみたいなものを低くしてくれたのが柚木さんだったって感じはするんですよね、うんうんうん、やっぱり間口を、うん、だ石川さんの言う3人が間口を広げたんだと思うんですよ、うんうん、間口を広げたってことは底辺が広がったっていうことで、うんうん、頂点の方はその24年組が、はい、だつまり内面とかっていうのは近代批評でやりやすいから、はい、批評しやすいんだよね。そこから入るんだよ。そう、勝井の側っていうかそっちの側からいわゆるクリティカルな目が当たりやすかったんですよ。そこから行くんですよ。だけど全体はやっぱりその間口の広さと底辺が広がった上に頂点があったから、これこの少女漫画の後にその影響を与えてラブコメのブームがあり、そして青年誌がありっていう展開になるんだと。なんで柚木さんと青年誌に行ったんだろう。いや、 やっぱりさっきあれを見ながら口で話したんだけどね、さっき の、 小学生が男の汚れたパンツの匂い嗅ぐのでもう限界だろ、あそこはボーダーだよね、あれ以上先には行かないよ少年、少女漫画誌では発言には気をつけてください。いや、それね、僕思うんですけど、これ女性が描いてるってのはありだと思うんですよ。女性ってまだ言って、女性が描いてるんだったら主人公が小学生でね、喋れなくなる薬物を今ちょっと入れましょう。おっぱいが多少膨らんでてもね、匂い嗅いでても大丈夫だと思うんですけど、男性が描いてるっていうのが僕は知らなかったけど、分かっちゃったんじゃないですか、その頃そろそろね、読者の側に。そうなってくるとやっぱり小学生とかね、そういうのこう燃える系とセクシーなのを同居させるのは難しいと、それでやっぱりこうそっちをやめてこうセクシーな方に、そうだ、ねね、うん、思い切って移っていったんだと思う。さっきほら夏目の目で、後ろにぽいぽいっと飛んでる花とかさ、うん、それから、うん、でっかいバラとか、うん、あれは妙にリアリティがあるって話じゃない、うんうん、あれってね、多分タッチだと思う、入りと抜きだと思うんだよ。柚木ひかるって俺石川夏目コンビより1歳お兄さんなんだけど、うん、まあ同世代じゃない、うん、俺たちってね、男の漫画読み、の同世代の連中ってやっぱりね、入りと抜きを子供の頃から叩き込まれてんだよね、うん、で多分これってこの頃柚木さん、丸ペンだよね、うん、丸ペンだって、ね、丸ペンってね、入りと抜きを書こうと思うとすっごい極端にタッチが出ちゃうんだよ、うん、そうするとね、入りと抜きがすっごいはっきりされて、入りと抜きってね、立体がはっきり出ちゃうんだよ、うん、少女漫画でね、こんだけガリガリに、入りと抜きを入れる人っていないんだよね、うん、そうするとね、女の後ろにぽいぽい飛んでても大島美幸が描くとね、入りと抜き の、 緩やかな、うん、こうぼんやりした何か分かんないけど、なんか何か心理的なものが飛んでる、うんうん、漠然としたものになっちゃうけど、柚木ひかりが描くと具体的なものが何か花が飛んでいる、何だか分かんないけど立体的なものがここにふわふわ飛んでいる、花粉みたいなものが飛んでるみたいな、ね、そうそうそう、でもあそこのアシスタントの花描いてるの女の子だよ、でうちのアシスタントと共通の同じ人だった。それは師匠がこういう絵を選んでるっていうのは大きいよ、それは誰が描く、実際に描いてるのは誰かっていうことよりもね、なんか今ここの大画面でアップになってるやつもさ、うん、これ本当はエフェクトで光って見えるんだけども、うん、あそこの位置にライト入ってるように見えるもんね、なんとなくリアリズムなのね、スペシャルエフェクトに見えちゃう、だからね、夜ヒットみたいですよね。いや、だからユーさんと一条さんに共通項あって、うん、その絵が何を指し示してるかって非常に明瞭なんですよね、うん、あ、一条さんもそうですよね、だから我々呼びやすかったから、そうそう、論理的だ、男らしい男っぽいですね、そうなんですよ、だそこは共通項としてあったような気がするね、うん、ちょうどほら、青年誌が5年ぐらい先にこう大革命が起きていって、うん、テーマとか絵が変わっていって、うん、特に絵が大きく変わったじゃない、宮谷とかが写真に入れ始めて、うんうんうん、それまであの頃のさ70年代頭ぐらいまでの少女漫画って背景なかった、背景っていうもん考えがなかったじゃない、うん、また出たな、石尾さんあたりから背景ちゃんと言えるようになったじゃない、うん、私のところのバッグは車は柚木よく描いてたよ、あ、やっぱそういう協力関係っていうか、協力関係です、うん、で私あそこで花描きに行ったり、花描きに行ったわけあとボディとかも描いたし仲良かったね、仲良かった、車を柚木ひかりに描かせたの俺ちょっとどうかなと気がしないでひじりゆきと新谷かおるにも描かせました、ちょっと前からいいんだけどね柚木ひかり車ラインナップ、やべえ、オールスターですねやっぱねすごいラインナップですよ、うちのメカハンだったんだもん、メカハン新谷かおるとひじりゆき、すごいね、いやあっちの二人は目がうまいけど、ゆずきねうまいよ、うまくないよ、いや本当にただ自分のところでは石川さんよりうまいでしょ、いやそれは当たり前でしょでも自分のところでは自分で書いてないもん、いやそういう問題とまたちょっと違うんだよね、誰が書いてるかっていうのとまたちょっと違うんだよね、そうかな、でもこの哲也のキャラでもさっきもちょっと出てましたけど、まあ少年っていうか本当に明朗で元気よくてアウトドアで、でまあもう健康でスケベでね、これもうちょっと諸星当たるになってくると意味違ってくるんだろうけども、そういう意味じゃやっぱ
その少年漫画の主人公の王道みたいなところありますよね、うん、これでもね、少年漫画と違うのは、うん、少年漫画だったらこの主人公が多分 僕とかね、うん、僕のその行ってた中学の後輩がロマン有効なんですけどね、うん、そういう連中みたいに、うん、ドロップアウトして完結ですよ。あ、そっちで対戦して横にすれそれてね、うん、でもやっぱりこれが男性漫画じゃないから、うん、ドロップアウトしないですよね。俺の空にはならないよな、うん、だからやっぱりそれが少女漫画と青年漫画、少年漫画の違いってことはあるんですか、ドロップアウトしない、うん、でもこの当時のレベルでいうと、その少年漫画であの主人公はありだけど、あのヒロインのね、あのさっき大月さんに言った口、あ、口にほらハイライト貼るじゃないですか、あそこまでそうそう、ぬめっとした感じ、あれね、あそこまで書かないのよ。これは危ないです。つまりね、あ、この少なくともこの当時の少年誌ではここまで書くとね、ちょっとね、生々しすぎるんで、アップしてるよ、うん、この舌と歯がね、あと唇がやっぱ質感あるんですよ。そう、この人がこういう女の子の可愛らしさというのをどん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 書いていった後で、あの少年ジャンプとか少年サンデーの、あの少年漫画の方でいきなり女の子のパンツの線がいきなりこう線が多くなってリアルになっていったっていう、シワがリアルになってくる。だからそう、女の子の可愛さを男が書くっていうふうなことをこの人がで、なんか線抜いちゃったところがありますよね。解放したと。ハレンチ学園の頃と数年しか違ってないかもしれないのに、えらい違いでしょ。ハレンチ学園のパンツはパンパンで試合一本なかったからね。クラシックのね、ジューベのパンツはね、必ずリボンがついてるのがだからすごい進化を遂げてるわけですよ。本当だよね。だから本当にそのなんていうか、少女漫画と少年漫画ってあの別々に論じるよりも、そのピンポンをやってきた過程で、それが青年漫画に反映していく過程がね、こうやっぱりね、革命期だよね。ラブコメブレイクスルーの第一歩の一つですよね。うん、でこの人ね、青年誌に行ってからちょっとエッチなのを書くじゃないですか。うん、エッチなやつがあんまエッチじゃないんだよね。健康だもん。行為自体はね、過激なんだけども、やってるね、主人公とかの立場がね、いつもね、実験してみようとかね、こんなことやっちゃったら、そう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 。柳沢君なんかのよっぽどエロいでしょ。ある意味。だからね、なんかこうセックスするのが嬉しいとかいやらしいとか、そういうのじゃなくて、そういう遊び見つけたからやっちゃおうっていうね、もうこの中で言うと受験勉強面白いからやっちゃうと似たような感覚で書いちゃう、追求するんだよね。でもそれ家に読んでるとやりたくなった人多いでしょうね。そうかな、あ、いや、あんまり喋らせない方がいい。ファックスの方お願いします。はい、いただいております。これはマサトさんからいただきました、はい、エリート競争曲はゆずき作品の中で最も完成度が高くて好きなのですが、僕の初体験は外せないですね。ありましたね、この作品の最大の魅力は男女が入れ替わる、それも脳移植をしてというところでしょうか。読んだ当時は衝撃的でした。その後、男女が入れ替わるという似たような設定で映画やテレビでやっていましたが、この作品を超えるものはなかったように思います。そうですね、ありがとうございます。はい、そしてですね、はい、これは参考長さんからいただきました。44歳男性です、はい、私は僕の初体験の方が好きだな、はい、後のセックスコメディ路線の最初だし、2枚目のくせにパズルマニアで自主映画好きの先生も面白かったし、ところで一条先生、もう人裏博士は出しませんか。ほらほら違うって書いてある。何だろう、何だろう、何だろう、ちょっと後々で、じゃあ後で確認してください、はい、こちら私の漫画で、まあ、ゆずきが手伝いに来た時に、確かお医者つから あれ書いてあれ書いてって言って書かしたことが、あ、それのことかな、それじゃない。じゃあ後で確認してください、すいません。そうか、そういうのももう一個来てるんですけど、変人クラブさんからいただきました、はい、好きなキャラクターは人裏教授なんですが、彼をぜひ取り上げてほしいです、なくてはならないキャラクターなので。一応さんの作品に手伝って書いてある。いや、あのこの子にもちょこちょこ出てるよ、あのヒトラーみたいなの、あれヒトラーみたいなの、あれは前期ゆずき作品にはほとんどレギュラー出てますよ、ね、そうそうそう、はい、そして古池屋さんからいただきました、はい、同時期の他作品を含め色気づき始めた頃の私の中の男に訴えかける色っぽさを感じました。やっぱり、ね、ちなみにゆずきひかる作品で一番好きなのはトラブル急行です。トラブルエクスプレス、トラブルエクスプレス、はい、あれはね、大名作 SF だ。岡田さん知ってるんですか。本当はゆずきひかるの時はトラブルエクスプレスって、まあ、4年ぐらい前から言ってたんだけど、競争曲になっちゃうんだよね。どんな作品？あのね、2巻しかないんだけども、まああの超未来の話で、あ、これね、基本設定表紙が出てます。いや、基本設定は同じなんだよ。エリートの全然一緒じゃん。ゆいちゃんじゃんか。あ、本当だ。ただね、あの例えば光より速い速度で宇宙船が開発されたら、通信システム、通信って光の速度しか行かないから、どうするのかとか、ワープ理論ってどうするのかっていうのをものすごい徹底的にやってる。この人頭いいし、それを少女漫画誌で女の子に面白く解説しながら話し進めるというので、ものすごい複雑なこと。評価高いわけね。お金的
には本当に高い。この人だから SF 作家として評価されてるのすごいかわいそうだよ。あの知識もちゃんとしてると、うん、ちゃんとしてるし、あとこれここでね、あの出てくるね、こう見たらね、あのなんだろう、例えば宇宙船のバーニアといって、こうロケット噴射 の、はいはい、あの通る線がちょうど、ね、あの人体の重心の、ね、中心通ってたりとかね、はい、ものすごい細かいんだよやってるのが、うん、まあ、私分からない時によくゆずきちゃんに電話して、うん、でこれこれこうなんだけどどうよってしょっちゅう聞いてるの、うん、説明うまいでしょ、この人。そうそう、うまいうまい、先生タイプかもしれないです、ある意味ね。そうそうそう、最近の作品見ててもさ、うん、本当によく調べて勉強してるよね、うん、そうそう、いやこの子今の甘い生活でも下着のこととかすごいね、また説明がうまいんだ、ストーリーの中に絡めるのがうまい、うん、だいぶ絵は変わってきてますよね、うん、これ今出てますけど、ね、でも相変わらずずっとおかしいのは髪型だよね。この髪型はない、八代亜紀みたいな、八代亜紀みたいな、八代亜紀さんですか、ね、髪型はいくらなんでもないだろうという、うんうん、なんで必ず一箇所だけ長いんだろうね、この甘い生活見てもね、うんうん、でもね、やっぱ俺ほんと感心するよね、この絵見たってさ、こうなんか嬉しそうだもん、描いてて、うんうん、いや楽しいなの、好きなんですか、本当に好き、あもうね、きっと来なくても書いてたもん。仕事じゃなくても書いてる、うん、だって書いてたもん。幸せだな、それは。そう、それでうちでアシスタントしてもらってるでしょ、はいはい、でちょっとこうでふと見たら落書きしてんの、絵が好きなの、もう好きなの本当に、それやっぱり漫画の魅力ですよね、うん、漫画の面白さのね、あの上手い下手とは関係ないんだよね、絵が好きって、本当にそうなんだよね、そう、うん、いやさっき俺ゆずきよりあんまり上手くないって言ったけど、うん、別に上手くなくてもいいんだよそれは、うん、それは面白さとは全然関係ないんだよね、ゆずきからはずっと、うん、多分アニメになって、何百万部何千万部っていう人じゃなかったかもしれないけど、うん、必ずその時代その時代で面白い漫画をずっと書き続けてるじゃない、うん、それはやっぱすごいよね、すごいと思うよ、だってこんだけ長くってのはすごいよね、だって俺昔好きでさ、今回読んで正直言って、あやっぱり昔の方が面白かったと思ったけど、でも今いやそれそういう意味じゃなくて、昔読んだ時の方が面白いって感じたの、うん、そうで、やっぱ今のねゆずさんの方が全然面白いんだよ、うんうん、やっぱりこれは、ね、大したもんだと思う、うん、リアルタイムで面白い、 その時その時でちゃんと面白いんだよね、うん、どうし一条さん的には青年漫画の方に行っちゃった柚木さんってどう見てます、はい、当然行くでしょうと思っていた、もうその方が良かったと、うん、うん、なんか今も生き生きと書いてるし、なるほど、どうやったらこのブラジャーが食い込んだこの辺のところをいかにリアルに描くか、そういうとこすごいね、すごいね、うん、でもね、ほら これでね、はい、男の子が今はもう最近ないんだけど、ここのあどこでもいいの、女の子とか男でここにこうピュッとこう出るでしょ、これ描くのはねまず男なの、女性はこれ描かないの、あそう、なんで、うん、なんで、なぜか知んないけどね、だからでも本宮博士も昔これ描いてる、これを描かないとねどうもねバランスが取れないらしくて、ちょっとね流行ったことあったの青年誌で、うんうん、そうそうそう、だから女の人はね絶対これ描かないの、後ろからカメラ来てもちょっと見せてあげてください、あ これですね、うん、このピヨン、このピコ、うん、だから最近は描かないんだけど、一昔前の絵でこれがついてたらまず男だと思っていい、男キャラでもこういう風になるわけです、なかなかこの辺跳ねるのが男の人好きなんです、いやちょっと何人か描く人がいて俺もやってみようかなと思って描いてみて、うん、俺には合わないなと思って一作でやめたんだけど、うん、だちょっとね描く人多かったの、これ多いのすごく、うん、で私ねなんでここ跳ねるのやめろってよく言ってたの、変だと、あ要するに女の目から見たら変だと、そうそうそう、寝癖じゃないんだから、いわゆるストレートじゃない髪型を表現しようと思うと、うん、やっぱり自分の髪の毛とかあんまいじらない人はこういう風になっちゃうんじゃないの、わからない、これが私的には謎だったの、うん、こういうさ現実にありえない髪の毛がどん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 こう今のオタクアニメの方に行ってるんだよね、あそうだよね、うん、アニメすごいもんね今ね、うん、それと私ねちょっと発見したんです、柚木ひかるの最近の漫画、はい、ここから、はい、甘い生活まで全て4巻のですね、うん、261ページですね、はい、この2コマでもう彼の漫画はどんなのかという男女関係からこのシーンって今でもよくあるよねそう、つまり全てこれなの、もう甘い生活みんなあげちゃう、エリート競争局、うんうん、お助けに走る、そうそうそう、お助けに走る、男女のあのねうん、うん、でこう女の子が飴とムチを持ちながら、うん、男を転がしながら、うん、たまに気とかやきもちなんか焼きながら、でももう好きで好きでしょうがないという、うん、でそれを女の子主人公にして書くというところがちょっとこの人変わってますね、そうだよね、でも本当に私はこのコマに好きだと思うのよ、うん、彼のストーリー、おそらく理想の男女関係なんだろうね、うん、だって男の子にとったらこんなおいしい話ないし、第一、ね、受動的でいいんだもん、
そうそうそう、だって自分何もしなくていいんだから。あ、そう、うん、そうそうそう。あ、そうなんだ。俺はね、このさっきの4巻の206ページにアルファロメオ出てきてるじゃない、はいはい、これなんだろう、 GTV か、アルフェッタか、うん、GTV か、うん、もうこれだけでね、とりあえず柚木やはり許した。なんで？いや、うち俺もアルファだからね。何言ってたの？前乗ってたんだよ、アルファロメオ。うん、まあそうだろうね、あの自分が乗ってる絵描いてるもんね、うん、これ豊口さんは読んだことなかったの？あ、私は初めてですね。あの、もう時代的に私ちょうど78年生まれだったんですね。どうもならんね、これはね。でもなんか生まれた頃の漫画だった。すごい昔っていう感じも、ね、そうなんだ。ガンダムより前だから、戦前っていうか、あれ。一年戦争より前だからね。そんな昔っていう感じがしないですね。今読んでも全然違和感ない。うん、ないですね。ファックス行けますか？はい、行きます。はい、これは千葉県のペンネーム、まずみこうきさんからいただきました。実は僕は柚木先生の学校の後輩です。あら、まあ、エリートの裏話をすると、あの作品に出てくる教師は一部母校の先生がモデルになっていて、ある先生などは私がモデルで漫画に出演したんだぞと自慢までされていました。ちなみに私たちの高校は進学校でしたが、実は男子校です。そういうことで、はいはい、たくさんいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで、なんか時間みたいです。はい、明日は、はい、はい、明日は平井和正さん、桑田二郎のエイトマンです、はい、明日は漫画はついに100回ですね。ゲストは、はい、金子修介さんと大月健二さんです。はい、ということで、はい、どうも一応先生、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ゆずきさん未だに人気ありますからね。明日100回だよ。よくやったよね。ありがとうございます。エイトマン、出たい出たい出たい。